どうもこんにちは、マイクラやってるかい？いつでも楽しく遊べるマイクラだけど、知る人ぞ知る裏設定があるって知ってた？というわけで、今回はマイクラ上級者でも知らない裏設定を紹介しちゃうよん。いろんなモブや建造物に裏設定があるんだけど、今回は敵対モブに絞って紹介するぜ。ぜひ最後まで見ていってくれ。まずは村人ゾンビに関する裏設定を紹介するぜ。村人ゾンビはバージョン 1.4.2 から登場するようになった。敵対モブだ。弱化のスプラッシュポーションと金のリンゴを使えば、普通の村人へ戻すこともできるんだよな。意外と見かけない敵対モブだけど、バイオームに生成された村のうち 2% がゾンビ村なんだわ。ゾンビ村は他の村と比べてボロボロで、住人が全員村人ゾンビっていう恐ろしい村。ゾンビが村人を襲って倒されると、村人ゾンビになることもあるな。村人と村人ゾンビって色がちょっと違うだけで、結構似てる部分が多いと思われがちだけど、実は違うところも結構あるんだぜ。意外と知られていたのは体型だな。村人ゾンビは村人よりも少し細くて背が高いんですわ。これは村人ゾンビの 3D モデルと、村人の 3D モデルが同じじゃないからなんだ。村人ゾンビの体とゾンビの体が同じで、頭は別のものをつけられてるんだぜ。これは混乱を避けるために、あえて別の 3D モデルを使ってるんだわ。もう一つ違うところは瞳の色だな。村人は緑色の瞳をしてるけど、村人ゾンビは茶色の瞳をしてるんだわ。まあ背格好も瞳の色もじっくり見比べないと、意外と気づけないポイントだよな。ゾンビつながりで次はジャイアントについて紹介するぞ。みんなはジャイアントっていう、ゾンビの見た目をした巨大なモブに会ったことある？あのモブは自然スポーンしないんだわ。コマンドを使わないとスポーンしない特殊なモブ。現時点では有効的なモブだけど、前の動画でも紹介した通り、過去にはプレイヤーに敵対してたから、今回は敵対的なモブとして紹介するよ。モブにはそれぞれスポーン条件っていうのが、備わってるんだけど、ジャイアントは明るさレベルが8以下かつ11以上なんだわ。これってどう考えても、バミラのマイクラじゃ達成できないよな。そもそもどのバイオームにも、スポーンリストにジャイアントが入っていないから、あの無理難題なスポーン条件を、100歩譲ってクリアしたとしてもスポーンしないんだぜ。スポーンしないのはミスじゃなくてわざとなんですわ。マイクラの海の親、ノッチ氏曰く、ジャイアントがあまりにも強いため、スポーンする能力を取り除いたらしい。なら削除すればいいじゃんと思うかもしれないけど、削除するのもためらってしまい結局削除しなかったんだ。まあ一度作ったものを消すのって、クリエイターはあんまりしたくないよな。自然スポーンはしないモブだけど、コマンドを使えば会えるからみんなも召喚してみてくれ。自然スポーンしないモブつながりで、次は殺人ウサギに関する裏設定の紹介だ。殺人ウサギもコマンドを使わないと会えない敵対モブなんだけど、みんなは会ったことある？ジャバ版限定の要素だから、統合版を遊んでるプレイヤーは会ったことないと思うよ。白い体に赤い目が可愛いウサギなんだけど、半径16ブロック以内に入ってきたプレイヤーを見つけ次第、ジャンプと共に攻撃してくる恐ろしいモブなんだわ。殺人ウサギは88ブーリー氏が提案したモブで、イギリスのコメディ映画、モンキー、パイソン、ホーリー、グレイルに登場する殺人ウサギをモチーフにしてるんだ。この映画は1975年に公開された映画で、イギリスで有名なアーサー王の伝説を元にして作られてるんだよ。元ネタとなったウサギはアーサー王たちが、妖術シテムに会うため、カルバノグの洞窟へ到着したシーンで登場する。洞窟の入り口を守る白ウサギがマイクラに出てきた殺人ウサギだ。何人もの人が命を落とすほどの攻撃力を持ったウサギなんだぜ。興味があればこの映画も見てみてくれよな。次はバージョン 1.13 で追加されたファントムに関する裏設定だ。毎日きちんと寝るプレイヤーは、ファントムに会ったことがないと思うんだけど、みんなはどう？ファントムはマイクラ内の時間で、3日以上ベッドに入っていないプレイヤーの上空にスポーンするんだ。夜または雷雨の時にスポーンするんだけど、朝になったり晴れたりすると、ゾンビやスケルトンみたいに燃えちゃうんだわ。ファントムを見て何かの生物に似てるなぁ。って思わなかったか？ファントムは海の生物である、オニートマキエイを元にデザインされたモブなんだ。しかも、もともとは青色じゃなくて赤色のデザインで、ネザーのモブのような見た目をしてたんだぜ。さらに、ファントムはミネコンアースで行われた、Twitter での視聴者投票に選ばれて追加が決定したんだ。この時点でファントムは、長時間眠っていないプレイヤーを攻撃するという設定が、決まってたみたいだな。ジェブ氏はオーバーワールドには、まだ空飛ぶモンスターがいないため、視聴者はモブ、B、ファントム、に投票するだろう、と言ってたんだぜ。ちなみに、ミネコンアースで紹介された、ファントムのコンセプトアートには口がついてたんだけど、マペットに見えるという理由でなくなったんだ。それから、ファントムのサウンドは、マイクラのリードサウンドデザイナーであるサムエル・オーベリ氏の、生後6ヶ月の息子の叫び声を使ってるんだぜ。なかなか面白い裏設定を持ってるモブだよな。お次は密かにファンも多い、エンダーマンの紹介だ。オーバーワールドでは、すでにおなじみの敵対モブだな。エンダーアイを作る時以外は、なるべく戦いたくない相手だ。1.0.0 ではジ、エンドに、1.10 ではネザーにスポーンするようにもなったぜ。エンダーマンはめちゃくちゃ背が高い上に、瞬間移動もする厄介な中立モブ。そんなエンダーマンの見た目や習性にも元ネタがあるんだ。それがアメリカの都市伝説に出てくるスレンダーマン。
スレンダーマンは背がめちゃくちゃ高くて、異常に痩せてる見た目なんだわ。さらに、手足も異様なまでに長い男性の姿をしてるんだぜ。これってエンダーマンとめっちゃ似てるよな。スレンダーマンが着ている服も黒だし、逆に違うところが見つからないくらいそっくりだ。エンダーマンの習性もスレンダーマンが元ネタなんだわ。スレンダーマンもエンダーマンと同じく、瞬間移動の能力を持ってるんだぜ。スレンダーマンを直接見た人は帰らぬ人になる、という噂もあるくらいなんだ。エンダーマンは目があっただけじゃ死なないけど、攻撃的にはなるよな。攻撃力が 4.5 から 10.5 もある結構強いモブだから、倒されることがほとんどだ。単なる噂だと思われがちだけど、ノッチ氏が公の場で、スレンダーマンを少しだけ参考にした、と主張もしてるんだわ。さらに、レガシーコンソールエディションの、ハロウィンテクスチャパックにあるエンダーマンは、スレンダーマンに似せて再スキン化されているんだぜ。エンダーマンイコールスレンダーマンと言っても過言ではないな。次はラベジャーの裏設定を紹介するぜ。襲撃イベントの際に必ず登場する大きな敵対モブだな。ボスモブを除くと落とす経験値の量が最も多いモブで、体力も攻撃力もかなり高いんだわ。そんなラベジャーがかつて、ウサギを恐れていたって知ってたか？ラベジャーが追加されたのは 1.14 の 18W43A。ウサギから逃げなくなったのは 1.14 の 18W44A。リリース日は 18W43A が2018年10月24日。18W44A が2018年10月31日だから、ほんの7日の間だけの設定。だから、知ってる人も結構限られてると思うよ。実はこの習性、キリスト教圏の国々で信じられている、象がネズミを天敵として恐れる、という迷信が元になっているんだ。でも、ラベジャーの見た目は象が元ネタじゃないし、どうしてその迷信を元ネタにしようと思ったんだろうな？そうそう、ラベジャーはマンティコアとヘビ、牛を組み合わせたモブなんだわ。ベースになっているのがマンティコアで、そこにヘビや牛の要素が追加されていった感じだ。ラベジャーの生みの親であるイエンスバーゲンステン氏が、人気のあるモンスターや神話の生き物を参考にした、と話してたんだわ。マンティコアは有名な神話生物だし、モンスター化は置いといてヘビも牛も、誰もが知る動物だよな。神話の生物と実在する生物を組み合わせて、新たなモブを作っちゃうなんてすごいぜ。次も襲撃イベントに登場する、ヴィンディケーターの紹介だ。ヴィンディケーターは森の洋館にも登場する、斧を持ったちょっと怖いモブだよな。プレイヤーを見つけるとすぐに襲いかかってくるけど、もっと凶暴にする方法があるんだわ。名札を使ってヴィンディケーターに、ジョニーと名付けると攻撃的になるんだよ。これは映画ザ・シニングから着想を得てるんだぜ。ザ・シニングは1980年に公開された映画で、ジャック・ニコルソンがトイレのドアを突き破りながら、ヒアーズ・ジョニーと叫ぶシーンがあるんだ。それを見てこの要素を追加したんだな。ジョニーと名付けられたヴィンディケーターは、見たものをすべて殺すようになるんだけど、ガストや他の邪悪な村人には特に何もしないんだ。ぜひジョニーという名前をつけてみてくれ。次も森の洋館に出現する、エヴォーカーとベックスに関する裏設定だ。エヴォーカーは魔法を扱う敵対モブだな。ポーションを投げてくるウィッチと違って、牙やベックスを召喚したり、青色の羊を赤色の羊へ変えたりする、本物の魔法を使うモブだ。プレイヤーに盾を持って立つだけではなく、移動することを強制するため、という目的でエヴォーカーが追加されたんだぜ。確かに、それまでの戦い方って、盾で攻撃を防いで隙を見て攻撃する方法がメインだったよな。エヴォーカーは牙やベックスを召喚してくるから、逃げないとこっちがやられちまう。かなり厄介なモブだけど、エヴォーカーのおかげでバトルも楽しくなったんだよな。そんなエヴォーカーが召喚するベックスは、もっと敵対モブを作ろう、という話し合いで、生まれたモブなんだわ。いろんな人がたくさん落書きをして、その中で気に入ったデザインが今のベックスなんだと、モブのデザインって意外とあっさり決まるんだな。次はベックスとアレイについて紹介するぜ。みんなはアレイにもう会った？バージョン 1.19 で追加された有効モブで、与えたアイテムと同じブロックを探してくれるんだ。ビリジャーの前哨基地や森の洋館に捕らえられてるんだぜ。かわいそうだよな。なんで有効モブの紹介をしてるのかというと、敵対モブであるベックスと、有効モブであるアレイの見た目が似てることから、何か関係があるのでは？と言われてるんだ。ベックスは苦しめるでアレイは和らげるという、反対の意味の言葉が名前にもなってるんだわ。関係があるとしか思えないよな。しかも、アレイは妖精という意味のあるピクシーや、小さい人、子供という意味のあるウィスプも、名前の候補に上がってたんだけど、最終的にアレイになったんだよ。今後のアップデートや公式発表で、ベックスとアレイの関係性が明らかになるかもな。めちゃくちゃ楽しみだ。次は海底神殿に住むボスモブ、エルダーガーディアンの裏設定だ。エルダーガーディアンって大きいし、光線やトゲで攻撃してくるし、採掘速度低下のステータス効果をつけてくるし、本当に厄介なボスモブだよな。ボスモブの中で最も体力と攻撃力が低いんだけど、実は海底神殿のボスとして、プレイヤーの前に立ちはだかる目的で作られたわけじゃないんだ。プレイヤーが海底神殿を探索するとき、とりあえず壁を壊せばすぐに探索できちゃうだろ？それを防ぎ、海底神殿内の迷路を解かせるために、実装されたんだわ。ちなみに、採掘速度低下が付与された時、エルダーガーディアンの顔が出てくるのは、ステータス効果が付与されたことを、視覚的にプレイヤーへ伝えるためなんだよ。確かに、突然つけられるより、ああやってエルダーガーディアンの顔を出して伝えてくれた方が、わかりやすいよな。最初は結構びっくりするけど。
次はネザーに住む敵対モブの裏設定を紹介するぜ。まずはホグリンからだな。みんなはホグリンに会ったことある？基本的にはプレイヤーに敵対するモブなんだけど、歪んだキノコの近くに立ってる時は、中立モブになるんだわ。そんなホグリンなんだけど、何かの動物に似てると思わない？もう察しのいい視聴者はわかったかな？ホグリンはイノシシを元に作られたモブなんだぜ。とても凶暴な点と見た目がかなりそっくりだよな。ホグリンが発表されたのは今から3年ほど前、2019年9月28日のミネコンライブ、2019で発表されたんだけど、その時はホグリンという名前じゃなかったんだ。発表された時はピグリンビーストっていう名前だったんだけど、それから約1ヶ月後の2019年10月19日に、名前がホグリンへ変更されたんだぜ。このホグリンっていう名前は、コミュニティによって選ばれたんだわ。だけど、名前が選ばれる前に公式発表となったから、プレイスホルダー名としてピグリンビーストが使われたんだよ。それにしても、色合いといい顔といい、ホグリンとピグリンって似てるところも多いよな。だから、プレイスホルダー名がピグリンビーストだったのかな？ともあれ、ホグリンやファントムみたいに、プレイヤーによって名前や追加が決まったモブって、結構愛着湧くよな。敵対モブなのに可愛く見えてきたぜ。次はピグリンブルートの裏設定を紹介するよ。ピグリンブルートって厄介な敵対モブだよな。中立的なピグリンに対し、ピグリンブルートは金装備を持っていても襲ってくるし、ピグリンブルートが敵対すると、周りにいるピグリンも襲ってくる。見た目や名前からピグリンと、ピグリンブルートが仲間であることが明らかだけど、実は追加されてる時期が違うんだわ。ピグリン、コピグリンが追加されたのが 1.16-20007A。リリース日は2020年2月14日だな。それに対し、ピグリンブルートが追加されたのは、1.16.2-20W27A でリリース日は2020年7月1日、5ヶ月近くも差があるんだぜ。なんで追加された日が違うのかというと、1.16 の開発が終盤に差し掛かった時に、ピグリンブルートが作られ始めたから、追加が発表されたのも、ピグリンは2019年9月28日に開催された、ミネコンライブ、2019だけど、ピグリンブルートは2020年6月25日で、かなり時間が空いてからの発表なんだぜ。おそらく、ピグリンにはもともと、ゾンビピックマンという前身がいたから、開発が進んでたんだろうな。ゾンビピックマンにはリーダー的なモブがいなかったし、ピグリンを開発してる最中に思いついたんだろう。見た目も修正も似てるモブなのに、追加時期が違うのは面白いよな。次はネザーでおなじみの敵対モブ、ブレイズの紹介だ。ブレイズは火の玉を撃ってくるモブで、攻撃手段がガストと似てるよな。ガストの火の玉は打ち返せるけど、ブレイズの火の玉は打ち返せないからかなり厄介だ。ブレイズ本体だけじゃなく、スポナーも厄介なんだわ。オーバーワールドにあるスポナーは、周囲に数本松明を刺せば OK だけど、ブレイズのスポナーは部屋全体を明かりで埋め尽くさないと、どんどん湧いてきちまう。そんなブレイズが追加されたのは 1.9、ブレイチだ。だけど、1.5.2 までブレイズのテクスチャには、ファイアピングという名前が付けられてたんだぜ。このことから、もともと火で攻撃するモブであることが、決められていたのでは？もしくは火をまとうモブだったのでは？と言われているんだ。マイクラはブレイズみたいに、実装前にテクスチャだけが追加されてることもある。テクスチャの名前から色々な意見が出てくるのも面白いよな。ブレイズにはもう一つ面白い要素があるんだ。ブレイズに攻撃した時、どんな音がするか聞いたことある？ネザーって溶岩の音やブレイズの攻撃音、ガストの声とか、いろんな音が聞こえてきてわかりにくいと思うけど、よく耳を澄ませると金属音が鳴ってることがわかるんだわ。だから、ブレイズの体は金属である可能性があるんだぜ。金属っぽくは見えないけど。次はボスモブの一匹であるウィザーの裏設定だ。体力はジャバ版と統合版の難易度によって変わるけど、150から300と非常に多く、攻撃力も凄まじい。きちんと準備しないとプレイヤーどころか、周囲の地形や拠点までもがボロボロに破壊されてしまう。恐ろしいモブだ。召喚するのも一苦労で、レアドロップであるウィザースケルトンの頭が必要となっている。召喚から倒すところまで全部が大変って、ある意味すごいモブだぜ。そんなウィザー、英語名のウィザーを日本語にすると、枯れるという意味になるんだけど、さらに様々な外国語で翻訳すると、スケルトンやケルベロスといった、カバン語に翻訳されるんですわ。ケルベロスという神話生物を知ってるか？ギリシャ神話に登場する生物で、3つの頭を持った冥府の門番の犬なんだ。いろんなゲームでモンスターとして登場することが多いから、見た目と名前だけは知ってる人も多そうだな。ケルベロスとウィザーにはいくつか共通点があるだろ？まずは見た目。ケルベロスもウィザーも頭が3つだ。それから冥府が関係してるという点。冥府とは地獄や黄泉の国と同じ意味を持つ。ケルベロスは冥府の門番の犬。ウィザーは地獄であるネザーで手に入る素材を使わないと、召喚できない。大きく言えば共通点だよな。ラベジャーも神話生物が元ネタだったけど、きちんと調べた上でマイクラらしさも取り入れられてて、ますますファンになっちゃうよな。次は虫食い石やモンスタースポナーから出現する、シルバーフィッシュの裏設定を紹介するぜ。シルバーフィッシュの出現場所って、要塞のイメージが強いけど実は他の場所でも出現するんだぜ。虫食い石から出現するから、虫食い石が生成される、山岳や吹きさらしの丘、イグルーの地下室、森の洋館でも出現するんだ。
ブロックが突然小さなモブに変化してびっくりするし、大量に出てくると厄介だよな。そんなシルバーフィッシュにも、元ネタとなってる現実世界の生物がいるんだわ。名前はシミ、小さくて白い体を持った虫で、シルバーフィッシュにかなり似てるんだぜ。シミの英語表記がシルバーフィッシュなんだよ。ってそのまんまじゃねえか。シミは小さな虫の虫なんだわ。建物の暗い場所でよく見つかる虫で、紙製品を損傷させちまうんだぜ。古い書籍や古文書も食っちまうから、嫌われてる虫なんだわ。そういえば、要塞にも本棚が大量にあるよな。紙を食べちゃうシミが元ネタなだけあるぜ。ちなみに、小さな蒸気口の魚にも、シルバーフィッシュと呼ばれるものがあるんだけど、これはジェブ氏によって無関係であることが明らかになってるんだ。名前は同じだけど、現実世界で関係を持ってるのはシミの方ってわけだな。次はエンドシティに出現するシュルカーだ。紫色の殻が特徴的だけど、統合板は専用を使えば色を変えられるんだよ。シュルカーが発する弾に当たると浮遊するけど、攻撃力は大したことないから、シュルカーの攻撃を利用してエンドシティを探索するプレイヤーも多いんじゃないか？実はシュルカーって造語なんですわ。シュルカーの英語表記はシュルカーなんだけど、シェル、ルルカーから来てるんだよな。これを日本語に訳すと殻に潜むもの、シュルカーも殻の中にいるモブだからぴったりな名前だよな。シェル、ルルカーじゃなくて一ひねりして、シュルカーなのもいい感じだ。シュルカーの裏設定はもう一つあるんだ。シュルカーのテクスチャ名ってシュルカーピングとかじゃないんだよ。エンダーゴーレムピングって名前なんだよな。だから、シュルカーはもともとゴーレムとして、実装される予定だったんじゃないかって言われてる。ゴーレムといえばアイアンゴーレムやスノーゴーレムを思いつくけど、ゴーレムとして実装されてたら、シュルカーもごつい見た目になってたのかな？ちなみに、シュルカーの弾丸のテクスチャ名は、スパークピングなんだぜ。浮遊するだけだから、何がスパークかわかんないけど、もともとは電気に関する攻撃だったのかもな。今回の動画はここまでだ。それじゃあ次の動画で会おう。バイバイ。